今後民主共和国北基部紛争でのイドップ、ウガンダーチョリ地方キトゥグム県ラブジェイドップキャンプの下て屋国内避難民とは、政治的な迫害、武力紛争、内乱、武力による強制立ち退き、あるいは自然災害などの理由から自宅には住めず、ある程度以上の遠方での避難生活を余儀なくされている人々のうち、国を出ることなく自国内で生活している人々を言う。 国連は、英語で、インターナリーディスプレイスドピープルあるいはインターナリーディスプレイスドパーソンと呼び、また、イドップと略す。一方、国境を越えて、自国を出た人々は、難民と呼ばれる。難民には条約による明確な定義が存在するが、国内避難民には明確な法的定義が存在しない。国際社会からは見放された存在であったが、 1980年代後半から国際会議などの場で議題に上るようになり、1990年代に入ってからは NGO による活発な啓蒙活動もあり、国際的な関心が高まった。とりわけ、1991年のイラク北部において、クルド人避難民が大量に流出した事件は、この課題が安全保障とも結びついていることを印象付けた。 1992年には国連の人権委員会によって国内避難民に関する国連事務総長代表のポストが創設されスーダンのフランシス・デン大使が就任した。また国連の安くを中心に組織的な対応が協議され2006年にはクラスター制で対応するとの方針が決まっている。また法的な点では 国内避難民に特化した条約は現在も存在しないが1998年に当時の伝代表によって国連人権委員会に提出された国内強制移動に関する指導原則が存在しこの指導原則が国内避難民を抱える国において国内法や政策を策定する際の指針を提供している国内強制移動に関する指導原則では internally displaced persons are, persons or groups of persons who have been forced, or obliged, to free or to leave their homes or places of, habitual residence, in. Particulars, a result of a in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human, made disasters. アンドフーハブノットクロストアンインターナショナリー、レコグナイズドステートボーダー。これらの原則の適用上、国内避難民とは、特に武力紛争、一般化した暴力の状況、人権侵害もしくは自然もしくは人為的災害の影響の結果として、またはこれらの影響を避けるため、自らの住居もしくは、常居処置から逃れもしくは離れることを強いられまたは、余儀なくされたもの。 またはこれらのものの集団であって、国際的に承認された国境を超えていないものを言う、としている。世界のイドップの総数は UNHCR による2020年末時点の、推計では4,855万7,439人。旧ユーゴスラビア紛争では、国境線が紛争の度に変わるので、旧来の難民の定義に基づく枠組みでは、救済ができず、 国内避難民への支援という名目で救済が行われた。UNHCR は人道支援要請として各国空軍による食品、医療品の空輸支援を行った。東日本大震災や福島第一原子力発電所事故では多くの人々が国内で避難生活を送っている。復興庁のまとめによれば 2011年3月時点で34万人余りの避難者数がいたが、2015年3月時点で22万人余りとなり、うち5万5千人余りは元の居住地とは異なる都道府県に避難していた。その後も減少していったが、2021年6月9日時点でも以前として4万128人となっており、 うち32,524人は元の居住地とは異なる都道府県に避難している。2011年にシリア内戦が始まると人口は約2,200万人の半数以上が難民となった。2020年末段階では少なくとも670万人以上が国内避難民となったが断続的に隣国のトルコやレバノン、ヨルダンなどに脱出しており、 国内避難民の減少が必ずしも問題の解消につながらない状態となっている。ありがとうございます。